たまにやるならこんなレトロゲーム。いやー、まのちです。よろしくお願いします。ファミコン突っ張り大相撲、やっていきましょう。説明書もないからあんまわかんないんですけども、なんかね、昔友達の家にあったんだよね。で、友達がやってんのはなんとなく見てたような記憶があるんだけど、しこ名を決めれるんだ。しこ名、いやまあ、しこ名をつけますよ。しこ名をつけますよ。おまんて。いや、もう全然もう何の下ネタでもない。おまんて。おまんてです。どこまで行きます？おまんて。ちょっとやれるところまでやってみましょうか。面白いのかな？まあ、ファミコンね、テクモだから、これ。そんなはずらないと思うんですよね。俺、どっちだい？おまんては白い方かな？よいしょ。頑張れ！オッケー！なんとか勝てたぞ。なんか技とかあるのかな？これ、このゲームは。いいぞ、頑張って。いいぞ、おまんて。横綱になろうぜ、おまんて。もう俺正直あんまね、相撲のルールっていうかその分かってないんだよね。その階級っていうの。何が偉いのか分かってない。とりあえず横綱がすごいのは分かるけど。おら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 いけ、おまんておまんて、よっしゃ、おら、おまんてわからん。技がわかんないけど、なんかいいな。いいですよ。相手は、チチビカリって名前ですかね。チチビカリ、ナメクセージみたいな色してる。いっけ、おまんて、おら！おまんて！おまんて！おまんて、おまんて！おまんて、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 あー、おまんて、おまんて。なんだこれ。もう俺今、おまんてって言いたいだけだ。あ、負けても続けられるんだ。頑張れ。お、オッケー、ほら来た。いいぜ、いい感じだぜ。突き出し。いいよ、おまんて。おまんての腕シップが、腕っぷしが上がりました。レベルアップしたってことかな、多分。あ、なんかちょっとゲージが増えた気がするね。よし。頑張れ。ああやるな、七光。ちょっと待て。技を確認する。このままじゃ勝てない。意外と攻略サイトがあったぞ。ちょっと技を見てきた。よし、行こうか。見たところで多分俺の動き何も変わんない気がするけどな。行くぞ。せーの。よっしゃ、おらちょっと攻略サイト見たら弱くなった。ちょっと待って、今さ、技分かってやってはいたよ。4勝4敗か。5勝はしてえよな。あ、遅れた。とりあえずね、あの、組むのは嫌だ。組むのは嫌だ。あー、めっちゃ強い。もうこっからなんかめちゃくちゃ強いな。適当じゃどうにもならんな、このレベルは。おまんて黒光り。いや、だって相手の名前黒光りだもん。おまんて黒光りだよ。出しちゃった、おらー。よし、おらおらおら、おいっしゃい。やっぱちょっと違う気がするな、攻略サイト見るとな。
まんて黒光り。よし、これを最後にしよう。どうせもう最後勝って気持ちよく終えようぜ。ダッシュアタックだ。まずはおらっ、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 こらっ。おまんてなめんだ、おまんて、おまんてなめて、えい、面白くはない。おまんて黒光り。